木村はじめから1901年7月7日は、明治時代の日本の洋学者、管理、旧賭場藩士、旧名は勝又。嘉永3年3月、賭場藩士、有馬千里の次男として、島国賭場に生まれ、文久3年に、同藩士、木村忠行の養子となった。藩校で、漢学、蘭学を学んだ後、自費での洋学修行を藩より許され、江戸に留学。 慶応3年7月に同伴の洋楽者、近藤薫となりに入門し、さらに明治元年11月、近藤の計らいで、福沢諭吉が主催する慶応義塾に入社。翌年には、義塾の教員を務め、門の育野信ら鳥羽藩出身者を入社させている。明治3年うるー10月、飛田小作、長田健介に続き義塾から新政府の大学に転じ、少女教に就任。 12月に中助教となり、大学が廃止され文部省が置かれた。明治4年7月に文部県大助教にさら任された後、文部中助教、文部省旧統出資を経て、同年12月に文部大助教に承認。翌年3月から大阪改正所勤務となった。明治5年10月、完成改革に伴い文部省発動出資となり、11月に、 本省の教科書編成課に移動。翌年11月、文部省7党出資に進み、明治7年7月には報告課勤務となったが、本省経費削減のための行政整理が進められる中、河津博之、坪板目春、島村かなえ、木村雅子と伊藤圭介、長田健介らと共に、同年9月に出資を免じられた。 免出資後は明治7年11月から翌年9月まで大倉省国際領の雇いとなったほか、文部省による要所翻訳にも携わっている。その後、明治14年12月に準犯人御用係として文部省に復帰。翌年12月に準送人に進み、明治18年から翌年にかけての完成改革で文部一等族に公認となった後、明治24年頃まで在職した。 将来では、編集局に勤務し、明治19年3月に西村茂樹に代わって、伊沢修司が局長に就任すると、教科書の調約、編術、工程事務を担当する第一課の課長心得となって、伊沢を補佐。行政整理により、明治23年6月に編集局が廃止された。あとは、同局の事務を引き継いだ、総務局図書館に移った。なおこの間、 岡山藩出身の小葉茂、鳥羽藩出身の栗原良一、林智太郎に洋楽を教え、明治7年に東京赤坂に開設した無知大義塾では、小葉の招きで岡山から上京した小松原栄太郎、関信五、千賀鶴太郎らが指示。明治9年に設けられた神宮教員本教官でも博物学教師を務め、さらに明治11年には、 中村正直が主催する映画塾、同入者の共闘を移植された。このほか明治17年4月に西村茂木が会長を務める日本行動会の講師、会計委員長となり、明治20年9月に同会が日本行動会に開祖されると、常議員に選ばれた。文部省を退いてからは、かつて同省から文察勧告市民官であった役所、 教育辞林の判件を譲り受け、これに本法に関する事項と教育家電を加えた、教育辞典を編纂。明治26年に完成を見た。晩年は、明治28年頃から、農商務省農事主権上本場の初期を務め、また、インド哲学の高級を志して、仏教書を少量。他日、仏教の入門書を表すことを企てていたが、これを果たさないまま、 明治34年7月7日に死去した、去年52、ありがとうございます。